1977年の吹きの大駅と周囲約500メートル範囲、右上が名寄方面。戦後すぐここに入植し、小学校まであったとは考えられないくらい無人の荒野と化している。隣の白樺と同様な木材搬出駅で、かつては駅舎横の朱鞠内側にストックヤードが設置され、島式ホーム一面に線と、駅舎側に貨物洋服本線と、 貨物ホーム、そこから、ストックヤード前へ伸びる、引っ込み線を有していた。この時点ではすでに無人駅となってから久しく、駅裏側本線へ防線化されている。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成武器の台駅は、北海道宇流郡幌加内町町麻武器の台にあった、北海道旅客鉄道新名線の駅である。 電報略号は吹き、利用者減少により1990年3月10日に廃駅となった。廃止時点で、当期は全列車が通過し、隣駅の白樺駅と共に冬眠する駅として有名であった。この地は、北海道大学農学部演習林と国有林の境界の国有林側にあたり、北海道庁が定めた植民地域からも外れていて、 1929年頃からの林業関係者の出入りが見られるだけの地域であった。当駅は隣の白樺駅と同様に森林資源の搬出が目的で開設されたと見られる。駅開設後も林業関係者のみが作業のために一時的に定住していたに過ぎなかった。この地に開拓植民が行われたのは戦後間もない1946年で、 終戦に伴う緊急開拓政策の一環として、軍需産業から平和産業への移行にあたり人員削減対象となった室蘭の日本製工所従業員家族の団体が、滅かない村から指定されて入植した。人口は1950年の統計では167人であった。気象条件の激しさに加え農業に慣れていないものが多かったために、 農業収穫が悪く、1955年頃から団体で内紛が表面化し、脱落離層が徐々に広がり、人口が減っていった。一時期は当地に駐在する林業関係者により、隣の白樺駅と同程度の木材搬出があって、滅かない村内では朱鞠内駅に次ぐ貨物出荷量を誇ったが、その後農林産物の搬出や、 乗降客が激減してほとんどなくなった当駅は1964年に無人駅になった。さらに1972年の夏、最後まで残っていた家族の離村によりこの地は無人地帯となった。もともと地名が存在せず、海駅にあたり、付近に吹きが反応していたことから命名した。もともと島式ホーム一面2線に、 貨物ホームと貨物側線を有する列車交換可能な交換駅であったが廃止時点で単式ホーム一面一線を有する地上駅であった。ホームは線路の西側に存在し分岐器を持たない防線駅となっていた。1983年時点ではかつての島式ホームの使われなくなった側の位置に相当する場所に深川方、 名寄ろ法領川の分岐器が撤去された形で側線が一線、残っていた。ホーム前後の線路は分岐器の名残で湾曲していた。無人駅となっており、有人駅時代の駅舎は撤去され、プレハブの待合所を有していた。ホームは、かつての土盛りから、板張りの仮上工場スタイルに変わり、当期休業中ホームは撤去されるという移動式のものとなっていた。 深川方にスロープを有志駅施設外に連絡していた。開拓団が入植していた頃は、駅周囲は吹きの台第第1区と称して、駅職員と林業関係者が占め、木工所や木材倉庫、日通営業所があり、1キロメートルほど離れたところに吹きの台小学校、中学校があった。開拓団地は吹きの台第2区と称し、 さらに離れた地域に住居と農地を構えていた。廃止時は民家は一軒もなく、付近一帯は山菜の宝庫であった。駅廃止後も当駅のあった部分の線路は湾曲したままであり、乗車していても駅跡が推測できた。新名線廃止後は一時期、線路撤去作業の基地となっており、 1999年9月時点では、軌道が利用中で、撤去作業用のモーターカーが、資材積み込み用の貨車を牽引して走行しており、レールや枕木が積み上げられていた。撤去作業用の線路は当駅跡からなよろ方にも、続いており、100メートルほど先にある、宇つ内川橋梁を過ぎて、大入流トンネルの中まで伸びていた。2010年時点では作業は完了していた。 模様であった。また、上記の大乳流トンネルは2010年時点でも残存していた。太平洋戦争中には食用になる吹きを採取するための臨時列車も運行されたことがあったとされる。ありがとうございます。